こんにちは。皇居三の丸尚蔵館の館長の島谷博之です。昨年の11月から開館記念展、を開催しておりますが、今回で4期目を迎えます。今回は名品展ということで多くの人に来ていただいておりますが、まだ会期が6月23日までありますので、ぜひ皆さんおいでいただければと思います。今回の4期展は、若冲の動植綵絵から4幅、それから春日元気1巻、天子摂関御影の天皇の巻、ほか名品が並んでおります。この小さい方の空間は、そういったものを集中的にご覧いただけるような展示にしております。でもう一つ の大きい方の部屋ですが、こちらにはカラシシズ屏風で、横山大観の富士山、それから万国絵図、そういったものが楽しめる素敵な空間を、用意しておりますので、それぞれの名品を紹介したいんですが、私は書が専門ですので、この中ではよりすぐりの書の名品、出張本和漢漏洩集というのをご覧に入れます。出張本というのは本を作るときに背中に接着剤をつけて重ね合わせるということで出張本というんですが、その想定と同時に可愛らしい大きさ、それから料紙が書かれている紙のことを料紙と言いますが、それがとっても綺麗である、これは中国製の紙なんですが、それに装飾を加えておりまして、さらに11世紀の非常に上手な人が書かれたもので、和漢漏洩集というものを書いております。文学と漁師と書の調和という意味で、平安朝の貴族の人が楽しんだということを連想しながらご覧いただければと思っております。皇居三の丸尚蔵館の開館記念展はこの6月で終わりますけれども、7月から新たにテーマを設定しながらの展示を始めていきます。その第1弾、生き物象眼です。工芸品であるとか絵画であるとか書の作品のテーマであるとかにある動物を焦点を絞りながらの展示になります。でこの中には皆さんの大好きな若冲の作品も出てきます。人間、日本人は特に自然と共に生きてきてますが、その中でも動物に焦点を当てての展示になります。皇居の中、なかなか皆さん入れないと思っている方が多いんですが、月曜日は休館ですけど他の日は入れますので、ぜひ足を運んでいただいて楽しんでいただければと思います。